北4番町駅は宮城県仙台市青葉区二日町にある仙台市地下鉄南北線の駅である。駅番号は N07。島式ホーム1面2線を有する地下駅で、コンコースは地下1階、ホームは地下2階に位置する。線路は南北に通じる高等台通りの下を通り、東西に通じる北4番、定通との交差点に駅がある。出入口は北1.2。 1> 南1.2の4カ所、交差点の4つ角にそれぞれ設置されている。同じ位置にはかつて、仙台市電の2日、超停留場が存在していた。青葉区役所、仙台市役所、宮城県庁と合同庁舎が集まる、官庁街の最寄り駅は、南隣の高等大公園駅だが、この駅からも南300メートルから500メートルの近さにある。繁華街は、 環長街の南にあるので、北のこの界隈はいわば裏手にあたり、周囲には銀行や企業のオフィスビルと中高層の住宅が多い。交差点を南北に貫く道路は、江東大公園駅付近から泉区の泉中央副都心に向かう宮城県道22号、仙台線線である。交差点から西の道は佐六無には須菅尾などの盆地を経て、 村田町に通じる宮城県道31号仙台、村田線である。東の道は、福沢町、中江などの住宅地を経て、仙台市ガス局前から、宮城県道8号仙台松島線に接続する、市道、北4番町岩切線である。駅周辺には次のようなものがある。バス停名は、仙台市営バス、宮城交通ともに、二日町北4番町である。 東北大学病院方面、宮城県仙台合同庁舎方面、北六番町方面の3方向に分かれ、上りは3方向から合流する。東北大学病院方面、北六番町方面から仙台駅に向かうバスは、地下鉄北四番町駅をご利用の方はこちらで、お降りくださいという車内アナウンスが行われている。 1990年代は、味の素東北支社前にも停留所が設置されていたが、現在は撤去されている。一番乗り場の向かいにあり、東北大学病院方面から地下鉄に乗り継ぐ場合は、この停留所を利用することも可能である。東仙台医療は、二日町北四番町を経由しない、ため、地下鉄乗り継ぎの場合は、木町通り二丁目のみ、利用可能である。 かつては、ドンと祭り実施日に限りは、気待ち通り二丁目止まりのバスも運行された。ありがとうございます。